はい、トラポンです。今回の動画はですね、本日な行われます3月1日のですね、おすすめ厳選時空魔のご紹介動画ということで、動画の方ですね、作っていきたいと思います。はい、昨日ね、あの29日もおすすめ厳選時空魔のね、動画あげたんですけども、ちょっとねこて、こちらの不手際でね、音声がちょっと入ってなかったのでね、全くこの私の見解のね、コメントがまあ聞こえなかったと思うんですけども、まあ、最後にね、まとめということで、まあメモ帳でね、 あの本名は表示できたんで、まあ、それ見た方はね、まあ、一応本名が何だったかということはね、まあ、分かったと思うんですけども、まあ、ちょっと見解の方がね、まあ、音声が入ってなかったということで、本当に失礼いたしました。今回はね、そのようなことないように、まあ、確認しながらね、きちんとまあ動画撮っていきたいと思います。はい、ということでね、本日もですね、あのー、 5レースほどですね、ピックアップさせていただきましたので、1レースずつですね、ご紹介させていただきます、はい。まず1つ目はですね、中京の3レースですね、3歳未勝利戦のダート1200メートル、このレースをね、まずあの取り上げたいと思います。はい、中京ねあの、土曜日1日見ましたけども、やはりいつも通りのね、中京の傾向というかね、やっぱりっぱ内幕の前目の馬が、やはりあの有利な状態ですね。もういつも通りですね、中京はね、 安定してこの内枠前目これがですねもう圧倒的にあまあ有利な状態がですねまあ今回、さえもとりあえず初日は見る限りはですねまあ継続している感じがいたしておりますのでやはりそういった馬のねポジション内うう枠そして内目のね先行馬を中心に狙っていきたいと思います。 はい。ということで、まず1つ目はですね、本命はですね、4枠6番のアメリカンギーニということで、まあ人気なんですけどもね、現在3番人気で4.7倍ということで、まあ、あえてね、私がこの馬を取り上げなくても、まあ、皆さんね、人気なんで、まあ、すぐね、目につくと思うので、まあ、言わなくてもいいかなと思ったんですけども、ただまあ、4.7倍、単勝でね、取れればそれなりにおいしいオッツということでね、まあ、この馬を取り上げたいかなと。 いうことで、まあ、このまでデビュー1600メートルで、まあ、先行して、まあ、一番人気に押されたほどのね、まあ、距離が動く間ということで、まあ、距離がちょっと長くて6着に負けました。で、一息入れてね、あの、まあ、12月に中京のこの1400メートル、まあ、この時よりは1ハロン、今回の距離よりは1ハロン長い距離でね、この時も2番手先行して、まあ、2着に構走と。 で、京都開催ですね、1月使ったんですけども、ちょっとね、京都の馬場がですね、まあ、中京よりはやや深めの砂ということだったか、まあちょっとね、まあ体調が合わなかったのか、ということで、まあ、初めてのまあ右回りだったということもね、ちょっと戸惑ったのか、まあ1秒7差も離された3着だったということなんですけども、まあね、1400メートルでも構想実績がありますので、特にね、千技じゃなきゃダメということはないんですけども、 ただ、スピードはね、もあのー、持ち合わせていると、常に先行していますのでね。ですので、まあ、距離短縮した方がですね、まあ、集中力も持続しやすいということで、私は1200メートルに距離短縮はプラスに出ると今回見ております。従ってね、まあ、中京の競馬場も1回走っていますのでね、距離は違うといっても。ですのでね、まあ、中京で一番いい今までの中でパフォーマンスが良かったわけで、それで一波ン延長ということでね。 まあ順当にここは好意少なくとも好意からですね、まあ、押し切りが期待できるんじゃないかなとあとは1枠1番の間も寝前めに行きたいと思いますのでもし1番がね行ったらすぐに対列がねあのもう1の横にも大名マークという形でもスッと2番手追走からですね、まあ、抜け出しのタイミングだけ測って乗れるんじゃなくて非常になんか対列的にもね乗りやすい なっていくんじゃないのかなということもね、あ容易に想定できますので、まあ、6番からあの本命でいいんじゃないのかなと、まあ、かなりこれは硬いと思いますけどもね。ということで、今回の、まあ、まず1つ目のですね、おすすめ厳選軸、時空まあ、6番のアメリカンギーニということでいきたいと思います。はい。で、続きまして2レース目なんですけども、こちらがですね、中山の7レースですね。 ダート 1200m ということで、まあ、中山のね、ダートコースはまあそこまでね、中京ほどは偏った傾向がないんですけども、それでもやはりですね、前目のポジショニングですね、中山も。まあ、つけた馬が昨日に関してはかなり絡んでたかなということで、やはりね、やっぱりある程度は先行馬から狙っていきたいと、極端なね、追い込み型の馬からやっぱりね、 よっぽど展開が向かないと厳しいということでね、特に中山7レースなんかは、比較的そこまで激しい、あの、先行争いにならなそうなんでね、やっぱ前めのポジショニングの馬から狙っていきたいということで、まあ、この馬から狙っていきたいということで、6枠11番のね、アマデウスですね。こちら現在6倍人気で17.6倍ということで、ちょっとね、売れてないんですけど、まあ、それのね、原因がやはり前走の9着の敗戦ですよね。同じ1200メートル。 まあ京都、まあ、競馬場は違いますけども同じ距離の 1200m で1秒1大敗したということでおそらく人気が、ね、ギュグッと下がったのではないのかなと前走は一番人気でしたで前々走も3番人気3走前も3番人気ということでねずっと人気あったんですけども、まあ、前走負けたことでさすがに人気が今回落ちてきてるんですけども、まあ、前走は、ね、1月18日の京都開催。 で前々走が1月6日なんですけども間隔を詰めて京都遠征してしまったということですよねあとはまあ思いのほかね前走はいつも普段は先行してるのにも先行できなかったということでまあ大敗していますけども完全にこれはですね感覚詰まっての京都遠征しかも先行もできなかったということで完全に度外視できますのでこの9着はもう考えなくていいですむしろですねこの中山での成績ですよね 2走前、3走前、そして5走前と、5走前は中山で3着、1分11秒台の決着にもね、あの対応している実績がありますので、この時もね、まあ、両馬場ということで、十分ね、このクラスに入ってもやれるだけの力はあるということなんですけども、 まあ前走の、ね、敗戦で人気が落ちてしまったということで今回非常に狙い目ですね。で、今回原料ジョッキーもあの起用してきていますのでおそらくねあの、普段通り先行の競馬になると思います。十分ね、なだれ込みが期待できるということでまあね、馬単の総長ショーツが11.1倍ですのでおそらくもう少しはね、単勝下がってくると思いますけども。 生まれ、あ、んの総流しオッズでも5.2倍の合、ね、成オッズが出ておりますので十分、見よ見はありますので、ね、この馬から狙っていっていいと思いますね。はい、他にも、ね、そこまで強力なあの馬もいませんし大気メサイは人気ですけどもねもちろん大気目さえ相手であのもちろん買うことはおすすめしますけどもちろん大気メサイが、ね、あっさり負けても、ね、不思議ではありませんのでやっぱり距離が 1300m の短縮になりますので。 前走延長、今回短縮ということでね、まあ、距離のリズムが変わってくるのでね、こういうところで意外に、あのー、取りこぼすということもね、よくあることですので、やはりリズムが変わるとね、何かしらがやっぱり変わってきますのでね、まあそういった感じで、1番人気も若干の不安点があるということですし、まあ現在、2番人気のね、馬、まあ、も未勝利戦脱出した後一生クラスではまあ大敗してるんですけど、まあ、人気になっている馬とかね。 ですので、アマデウスがね、あのー、ここまで人気が落ちたならば、狙っていって面白いということですね。はい。ですので、非常にこのアマデウスが狙い頃だということで、この中山7レースはアマデウスでいきたいと思います。はい。ということで、2つ目は中山7レースでした。で、3つ目のね、おすすめ厳選軸馬は、また、えっ、ー、とですね、中京になりますね。はい。中京の、 9レースですね。あ、すいません。中京の8レースですね。はい。中京の8レース。はい。中、えっと、ダート1800メートルですね。4歳以上一生クラスのダート1800メートル。ということでですね。こちらがですね、本命がですね、4枠4番のハーシェルということですね。はい。ハーシェルね、まあ、前走はまあ逃げていないんですけども、メンバー中ね、最初の前走、ヒトハロンが、 1>, まあ1番12秒9、まあ、1位タイだったということでね、で前走もまあ先行しているということでね、1800m4 番手から追走、ね、していますし、まあ、前走初ダートだったんですけどもね、それなりにいい先行力を見せましたので、まあ、2番手からね、2、3番手からまあ4着ということで、今回まあ2回目の、ね、ダートになりますのでね、さらに まあ前回、初めてのダートを使ったことでまあ上積みも期待できると内目の枠も引いてそんなに強力な逃げ馬がねまあ外枠のまあスターリー・パレードが前走逃げています外枠でねしかも距離がね 2400m の距離での逃げなのでねやはりスピードはそこまでないということでおそらくゴムのスタートを切ればですねまあ黒評かハーシェルかという形でまあ先行争いになっていくんじゃないかなと。 でそこまで前に行ける馬がいないんですね、メンバー構成的に。で、中距離はで、ね、外枠から先行するのは非常にあの足を使いますので、やはり内枠から先行できる馬がそのままですね、1コーナー、あ最初の1コーナーに入って、先手さえ取れてしまえばですね、外枠は足を使った分、結構最後つね、ね足が甘くなって、やっぱり内枠の先行馬がそのままなだれ込むという形がね、結構多いんですよね。 ですので、非常にこのハーシェル狙い目と。まあ、現在ね、4番人気10.1倍ですので、ですけど、まあまあ、もう少しはね、人気になってくると思うんですけども、私は非常に狙い目だと思いますね、このハーシェル。ですので、ハーシェル中心でね、馬券を組み立ててもらっても大丈夫だと思いますので、まあ、この馬から狙っていきたいということになります。まあ、ハーシェルの先行力に期待いということになります。はい。ということでね、3つ目が中京の8レースでした。で、続きましてがですね、 えっと、中京の9レースということでですね、はい、こちらもダート戦と1400メートルということでね、こちらの狙った馬がですね、6枠6番のベリッシモ・ファルコということでね、まあ最近のね、成績を見ちゃうとなかなかね、あの買いづらいと、前走4着といってもね、地方競馬、名古屋でのね、成績ですので、 まあ当然馬のレベルはね中央の場所よりもレベルは低いということでまあねそう考えるとなかなか買えないと5走前に未勝利戦やっと脱出してその後はね、まあ、9着11着12着なんですけどもただですねこの4走前の,この先行して2番手で負けたレースなんですけども上位3頭が全て後ろからの馬だったということでペースがやっぱりかなり厳しいということとあと路盤がですね 後ろから行った馬がすごい有利な路盤だったんですね、この10月のこの東京開催というのは。前行った馬はなかなかそのままなだれ込むことが厳しい路盤でした。で、3走前もね、あのまあ、東京で逃げたんですけども、これもね、ちょっとペースがやっぱりあの早め、早めというかね、早くてですね、あとは当然、上がりをかなり早く使える馬たちがまあ揃っていたということで、まあ、大敗してしまったと。 いうことなんですよねで、まあ、前々走は、ね、中京でまあ先行したんですけども、まあ、この時もねあの今回よりメンバー構成がちょっときつかったかなということなんですけども今回ねかなりメンバーが手薄になったかなということですよね結構距離延長の馬も人気馬でいますし今回 1400m なんですけども、ね、人気馬が軒並み 1200m からの,あのローテーションということでね かなりり人気版に不安があります結構ね、距離延長してくると、あっさりね、最後、足があの鈍ってねあの、止まるということもよくありますので、ですので、ベリッシモファルコがですね、今回のこのレベルのメンバー構成だとかなりあのあの前半ね、足を温存しながらの先行ができるんじゃないかなと。 いう,ふうに私は見込んでいますので、まあ、人気は全くないんですけどもね、9番人気16.4倍。私は、まあ、うまくね、スタートさえ切れれば、そのままね、逃げ切っても全く不思議ではないかなということですよね。おそらくスタートさえゴムなら、まあ、鼻切れるか、2番手か3番手か、まあ、とりあえず先行はできると思いますので、まあ、中京のねあの、先行した方が有利というふうな、まあ、パターンに持っていけるんではないかなと。 いうことでですね、まあ非常に面白いかなと。ダイヤレイジングはね、そんなに前行きませんので、人気ですけどもね、おそらくこれが一番人気になってくると思うんですけども、ですのでね、結構差し届かないシーンが多分ね、人気場もあると思いますので、あれよあれよのに、ベリッシモ・ファルコがですね、まあ逃げ粘っても不思議ではないメンバー構成になっておりますので、私はこのベリッシモ・ファルコからちょっと狙ってみようかなと。 いうふうに考えております。はい。で、現在ね、中京競馬場、雨が降っていますのでね、さらにこの足がね、足抜きが良くなって、前に行った馬が有利になれば、なおさらね、残り目もあると思いますのでね。はい。ですので、ベリシモ・ハルコから行きたいと思います。ということで、4つ目の、あの、おすすめ厳選軸馬は、中距の9レースと。で、最後ですね、こちらもダートレースなんですけども、中山10レースということでね、 はい、こちらが本命がですね、北の踊り子ということになります。まずね、このメンバー構成を見たときにですね、まず出の馬動作、これ非常にまあ強いとは思いますよに。過去にそうね、0秒9、0秒後ただ、逃げ切りがちですね、共に。で、まあ、芝のレースのときから見ると、常にこのまま先行していますので、まあ、当然このまま行きたいだろうと。で 3枠5番のロンドンド低路ですよねこの馬も前走逃げていて、まあ、0秒6ちぎってますけども、まあ、この馬も相当先行していきたいとあとはですねマラドーザレコードですよねこの馬3走前に新潟で、ね、逃げて1分9秒1というすごい早い時計で逃げ切っているんですけどもその後ねスタートの出遅れとか、まあ、前走も逃げられなかったんですけども、まあ、ただねこの馬もやはり行きたいはずなんですよ前に。 となるとこのこ時点でもう3頭でも頭すよ、ね、で他にもね外枠の方に、まあ、アカネサスとかね、これも,まあもう常に番手からの競馬していますのでね、ねかなり前の先行争いが激しくなるかなといつ来るも前走はね後ろから行ってますけども、まあ、前々走は逃げたりね、ねその3走前も逃げてる競馬し,しておりますので、まあ、前走ダートに代わるんでね、後ろから行ってるんで、まあ、行かないかもしれませんけども。 とにかくメンバー構成的に前に行きた山が揃ってるんですよね。しかも内枠に。ということは、まあ仮に2、3、5が前に行った時にですね、1枠1番のところが内枠のポケットがぽっかり開くと思うんですよね。前3頭がガーッと行くと、スムーズにロスなくですね、あの、一番先が激しい先行争いをちょい後ろでね、じっくり構えることができると。 一枠一番でですので、ね、特にその外から内枠に入れることなくですね。で、前がやり合ってくれたところを最後ね、北の踊り子がごっつんですということで、最後直線でちょい差しという形が私の想定ですね。じゃあ実際北の踊り子がそんなパフォーマンスができるのかということなんですけども、もう明らかにね、この北の踊り子。 この馬が去年の11月から変わりました、それまでね、まあ、もちろん距離1700メートルをあの3回使っている、る、まあ、明らかにこれは距離長いから負けてるだけなんだろうということなんですけども、まあ、その前もね、中山の千切りで10着10着と負けてるんですよ、それ以前はね。ただ、この11月、一息入れて、7月から一息入れて、この11月から一気に馬が変わった、この時も人気薄だったんですけども、1着、福島の1150メートルで。 で、中山の戦切で、まあ、また11番人気なんですけど、3着。で、前走も、まあ、5番人気1着だったんですけども、前走の内容が非常にいいんですよね。上がりもそれなりにまとめましたし、36秒6で。タイムもですね、あの、1月25日の馬場寛さんで考えたらもう全く引けを取らないということですよね。ですので、前が相当やり合って、前が苦しくなってくれば、この1番の展開が非常に向くと。で、馬もね、 この11月からもう明らかに馬が変わりましたから、今の勢いならばですね、展開の助けがあれば十分やれると。で、オッズが現在14.6倍ということでね、非常に狙い頃になっていますと。これがね、北の踊り子がもし外枠に入ってしまう、っていると、あの内枠よりはですね、あの、展開の恩恵は私はないと思うんですね。 これが内枠に先行馬が揃ってる中でさらに内枠にいるということが私はすごく展開が向きそうなのかなということですよねとにかく激しい先行争いを見ながら競馬できるというのが非常にやっぱりジョッキーからすれば、ね、乗りやすくなりますので、ね、これが大外入ってしまうとねやっぱなかなかその内枠のやり合ってるのをねあのどのポジションで見るかという駆け引きになってきますので やはり内枠ですぐそばでね先行争いが繰り広げられますのでねその辺もやはり競馬化しやすくなるという恩恵がありますので私はこの枠番の並びも非常にあのいいんじゃないのかなというふうに思っておりますということで 5, 5つ目のですねブラッドストーンステークスのこのおすすめ厳選軸まあ一番の北の踊り子ということですねはいまとめにいきましょうはいまず1つ目がね中京サンレースアメリカンニンニこちらはまあ人気なんですけども まあ前めの、ね、ポジショニングでおそらく、まあ、先行抜け出しが、まあ、かなり硬いんじゃないかなというふうに見ております。で、中山7レースですね。2つ目、アマデウス。こちらは、ね、前走は明らかにあの間隔詰まっての京都遠征で度外視、しかも先行ができなかった。で、今回は得意の中山に戻ってですね、減量騎も起用して、おそらく、まあ、普段通りの先行競馬。で、 昨日までの馬場合を見ていれば、やはり先行した馬が有利ですので、そのままなだれ込みを期待ですね。しかも人気が前走一番人気から、今回人気が一気に下がったということで狙い目と。で、中京8レース、ハーシェル。まあ、前走初ダートで、見どころはたっぷりの4着の競馬先行,です先行してですね。で、中京のダートコースは先ほどから何回も言っている通り、内枠先行馬。 ということで、もこのハーシェルがね、内枠先行場、先行できそうなス,あのスタートからの前走のね、行きっぷりがありましたので、まあ、期待と。で、中距離9レースもベリッシモ・ファルコ、まあ、うまくスタートさえ切れれば逃げれる展開も作れそうということで、まあ、穴なんですけども、十分馬券圏内に踏ん張れる可能性があるよということですね。で、最後に中山10レース、まあ、激しい先行争いを まっすぐねそばの内枠からの距離ロスなくあの激しい先攻争いを後ろからまあ追走する形でね最後ちょい差しと直線でねということにまあ期待できるとで人気もそんなにないとあと馬が11月去年の11月から明らかに変わったということですよねでこの5つでこの今回のね3月1日のおすすめ厳選軸馬のご紹介ということで ままとめさせていただきますはい、ということで今回の動画はですね、3月1日のおすすめ厳選軸馬コーナーとして動画の方を作ってきました。で昨日、まあ音声がなかったんですけどもね、一応中山の2レースの方で、まあ生まれのね、170倍のね、まあ馬券を演出する一頭を本命にすることができてですね、私もまあ馬券はしっかりと取らせていただきましたし、 まあ動画のね、まあ、数少ない動画、まあ、そんなに私の動画、視聴者数ね、視聴回数多くないですけども、まあ、数少ない中、あの人がですね、まあ、ダイレクトメールで撮れたよという、まあね、ご報告もいただきましたのでね、まあ、ぜひね、あの私の軸馬を絡めていただいてですね、あの馬券の方を取ってね、設けていただきたいということです。はい、ということで今回の動画は以上になります。